改修前の北口南口中野駅は、東京都中野区中野5丁目にある、東日本旅客鉄道、日本貨物鉄道、東京地下鉄の駅である。旅客営業においては、JR 東日本と東京メトロの共同使用駅で、JR 東日本が駅を管轄している。JR 東日本、JR 貨物の中央本線と、東京メトロの東西線が乗り入れ、 接続駅となっている。乗り入れている JR 東日本の路線は、中央本線のみであるが、運転系統としては、急行線を走る中央線快速電車、および観光線を走る中央線各駅停車の2系統が停車する。このうち各駅停車の一部は、東京メトロ東西線と、相互直通運転を行っている。また、JR の特定特使内制度における、 東京都区内に属する。平日の快速は東駅異性は各駅に停車する。東駅三鷹駅間の所要時間は各駅停車とほぼ同等となる。南口中野駅周辺の白黒空中写真国土、交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成直営駅で管理駅として東中野駅を管理する。 東京メトロとしては、飯田橋駅、つとむ関区高田の馬場,場地域の非管理駅である。島式ホーム4面8線を有する高架駅である。当駅では、中央線と東京メトロ東西線が、相互直通運転を行っており、乗り場と改札を共用している。このため、JR 東日本と東京メトロの乗り換えは、中間改札なしで可能である。ホーム下には、 南口と北口の二つの改札口がある。一番線の南側には、電流線が一本付設されている。トイレは北口よりが、改札正面の六番線下付近、南口が改札を入ってすぐ右にある。2010年4月より南口改札のトイレが、現在地に移転し、同時にユニバーサルデザインの一環として、多機能トイレも設置された。 エレベーターは設置されていないが、改札フロアとホームを連絡するエスカレーターが上下、両方向一本ずつ、東中の落合寄りにあり、車椅子にも対応している。改札フロアとホームを結ぶ階段は3.4、番線では5号車付近となる。南口は、改札を入って、すぐに、数段の階段がある。改札を入って、右側の南口階段脇には、 車椅子専用の昇降機がある。北口は従来は高架下の改札口を入ってすぐに数段の階段があったが2012年5月に歩行者広場としてコンコースと同じ高さで改修整備された駅前広場に面した位置に改札口が移設され段差がなくなった。北口広場からは同年7月に中野通りをまたぐ。 東西連絡橋が整備され、エスカレーターとエレベーターが設置され、区役所や警察病院跡地に開発された中野式の都市方面に至る動線がバリアフリー化された。今後、駅全体の改良工事が予定されている。乗り換え専用通路はホームの新宿寄りにあり、階段を経由して他のホームへ移動できる。2006年3月18日のダイヤ改正を前に、 ホーム上の掲示時刻表のフォーマットデザインが一新され、奇数時間帯、玉数時間帯がそれぞれ水色、桃色と白で色分けされたものになった。3.4番線ホームは東京メトロの管理である。2004年頃から JR 東日本仕様の発射表が設置されていたが、東西線の信号保安システムの更新に合わせ、2007年3月から、 東京メトロ仕様の行き先と発車時刻を表示する発車表に更新され到着、発車などの案内に東京メトロ仕様の自動放送が行われるようになった。これに伴い、それまで設置されていた JR 東日本仕様の発車表は撤去された。なお、コンコースの発車表は従来通り JR 東日本仕様のものが使用されている。 列車非常停止警報装置の操作ボタンも東京メトロのものではなく JR 東日本のものを使用している。また、当駅では快速の通過待ち案内放送は流れない。会社別に改札、ホーム、設備が分離されている西船橋駅と違い、当駅はホームも JR 東京メトロで混在しており、駅設備も含めほとんどが JR 東日本の設備になっている。変わった点としては、3.4番線ホームの駅名表の線の色が、通常の JR 東日本のコーポレートカラーである、緑ではなく東西線のラインカラーである水色で、3.4番線の発車メロディが、JR 東日本仕様のメロディではなく、東京メトロ仕様のブザーになっていること、5番線から発車する。 東西線列車が設定されているため、東京メトロの車掌が JR の発車メロディスイッチを操作し、逆に3番線からの三鷹行では JR の車掌がブザースイッチを操作することなどが挙げられる。ただし、発車ブザーのスイッチは JR 東日本仕様のものが使われている。また、JR 東日本仕様の発車表を設置していた頃は、 JR 東日本仕様の放送と A ンブザーという組み合わせであった3.4番線以外のホームで後姿自動放送が使われており英語の案内放送も流れる3.4番線の駅名表は東西線における両隣の駅を表しているが JR グループが定める特定特市内に関する区が表記されているなお方面案内表も 現行のものに更新されるまでは、日本国有鉄道時代のフォーマットで、低都高速度交通営団のサインシステム所帯と同じゴシック帯のものが設置されていた。駅構内は複雑な配線となっているため、時間帯や列車によって発着ホームが異なる場合が多い。一本乗り遅れたら違うホームに移動する必要が生じる場合もある。また、 相互直通運転を実施しているものの、中央線の各駅停車と東西線の列車で、三鷹行初と東駅止まり、始発との相互間の乗り換えは、同一ホーム上では、不可能で、しかも、相互の接続なども行わない場合が多い。中央線各駅停車と東西線の発着ホームを、方向別にまとめると、以下のようになる。尾行の色は、車体の帯の色。 微光自動改札機と自動生産機は JR 東日本のものが設置されている。また、自動券売機は会社別に設置されている。2007年3月18日より IC カード、パスモの使用を開始した。スイカとは当初から相互利用可能だが、当駅では西船橋駅と異なり、JR と東京メトロとの連絡改札を、 設けていないため、交通系 IC カードの SF 利用で、東京メトロ東西線、総武線西船橋駅、東京メトロ千代田線、常磐線、北、千住、綾瀬の各駅員の JR の駅から途中で、改札を通らず東京メトロ線を経由して、東駅員の JR 線まで乗車した場合でも、東日本両角鉄道株式会社 IC カード、 乗車券取扱い規,規則第63条の規定により前線で、東京メトロの運賃ではなく、JR の運賃が適用される。なお、北、千住、綾瀬園の JR 線東駅間、東駅園の JR 線北、千住、綾瀬間の場合は、経由によらず、最安となる運賃が適用される。東駅北、千住、綾瀬間であれば、 東京メトロの運賃が適用される。当駅では、東京メトロ線の定期券は当駅を発駅、または着駅とするものを直券のみ発売する。なお、JR 東京メトロ線総合間の連絡定期券はスイカでの発券が可能である。中野駅での東京メトロ、1日乗車券の取り扱いは、当日券のみ、東京メトロの券売機で発売される。 なお、東京フリーキップは、JR の券売機、指定席券売機、緑の窓口で発売される。近年の1日平均乗降人員に推移は、下表の通り。近年の1日平均乗車人員に推移は、下表の通り。当駅を発着する、定期貨物列車の設定はないが、東京メトロ、東洋高速鉄道発着の公主車両輸送列車が、当駅を経由する。 2008年度の車扱い貨物の取り扱い量は発送400トン到着なしであった。近年の年間発着トン数は下標の通り、駅の真下を東京都道4 2 5号を冷めづらい線線が貫いている。もともと駅前は将軍家の高場跡地で徳川綱吉は高刈りを禁止して夜券保護地に変えたが、 徳川吉宗は高狩りを復活し登園も作った。明治時代には、駅北側に、軍の施設が多数作られ、第二次大戦中には、陸軍中野学校があった。夜の中野通り中野通りをまたぐペデストリアンデッキが、完成し、中野式の都市方面へ、横断歩道を渡らずに行き来が可能となった。中野駅北口の古くからのバスロータリー付近。 中野駅北口の夜間の様子中野通り沿いにある、おおい中野本店前の横断歩道中92、系統の車両現在は、北口発着北口、南口双方に、乗り場と、北口に関東バス案内所、南口に京王バス案内所がある。2011年9月に、北口駅前広場の再整備工事が行われ、これまで駅前に乗り入れていたバスが、 中野サンプラザ付近への発着に変更になった。その後、2012年7月1日の東西連絡路開通により、中野通りの横断歩道を渡らずに、駅からバス乗り場などへ行くことができるようになった。2016年9月12日より、中野駅地区第2期整備事業の進展により、バス乗り場が再編された。中野サンプラザ南側関東バスが運行する路線が、 発着する。中野サンプラザ東側関東バス、京王バス、国際工業バス、東京空港交通が運行する路線が発着する。ガード市も関東バス、京王バス、豊鉄バス、両備えバスが運行する路線が発着する。関東バス、京王バスが運行する路線が発着する。北口に関しては、中野区役所停留場も利用可能。なお、 乗り場番号はいずれも付記されておらず、関東バスナビに表記されている番号である。注釈出店報道発表資料新聞記事。ありがとうございます。